すまんな。わかっている。だがな、高弘、機械っていうのはな、生き物なんだよ。単なる部品の塊ではないんだよ。互いに無限の可能性としか言いようのない干渉で成り立っている。どんな天才だってそのうちの 99% しか理解できない。 100% わからないから、どんな天才が発明した機械でも事故を起こすんだ。特にこのジョーちゃんはな、機械なんてもんじゃねえ。一個一個の部品が命を持っているような子だ。なんだろうな、何かを託されたような、そんな強い思いを感じるんだよ、ジョーちゃんからは。部品替えはかなり時間がかかるぞ。新しい部品全てをいじり直すからな。当たり前だろ。なるべく古くて同型のものを発注したが、この子に使われている部品の代用にはならん。俺が責任を持ってそれに見合うものに変える。なんでお前が礼を言うんだよバカ。俺がやりてえから言うんだ。とりあえず礼を言うのは全て終わってからだな。もしかしたら部品を集めることすら困難かもしれないからな。いや、なんでもない。とりあえず至急本社の方に取り合ってくれ。それとジョーちゃんを部屋まで運んでやれ。うるさい。少しでもジョーちゃんのそばにいてやれ。すみません。どうしたですか？そんな汗をかいて。電話連絡ですか？
放置待ちたか。なんでそんな顔して。HAZE の064の改造型のボディか。ええ、リニア嬢ちゃんの体に少し異変があり始めてからな。気になったんで、あのボディな、調べておいたんだ。胸クソが悪いな、あれは。言いたくもない。だろうな。そういうことに適した体だ、あれは。というよりは、それ専用に作られたものだ。あの体のことは忘れろ。ジョーちゃんを救うには部品を集めるしかない。命令だと？多分これが最も重大な選択になるだろう。これが最後の選択だ。高博、お前はどうしたいんだ。あの嬢ちゃんを裏切るのか、それともあの嬢ちゃんを最後まで守ってやるのか。もし仮に嬢ちゃんを守ってやるとしたら、お前は本社の人間に本格的に歯向かうことになる。カンパニーを敵に回すことになる。もうここまで来たらお前の答えだけだ。お前の答えで全てが決まる。戦うのか。よし、それでこそ俺が見込んだだけはある。本社で部品が集められない可能性が多々あったのでな、俺の方ですでに動いておいた。納品ルートというのはカンパニーのものだけとは限らない。ああそうだ、ただし俺が集められるのはある程度だ。全ての部品が揃うわけではない。だからお前の力も必要だ。お前の力で探せない部品を探してほしい。ああ、未だにお前のために多くのピクシーズのメンバーが動いてくれると聞く。彼らなら世界中のどんな小さな情報すら集められるであろう。タカヒロー、俺は貴様があのボディを乗せるとか言い出すんじゃないかって心配してたんだぞ。よくぞやると言った。それでこそ俺が見込んだ男だ。そうだな。よし、じゃあ俺の方はその筋の部品屋に連絡する。うん、わかった。なぜ高博さんがリニアの部屋にいるのですか？なんか怖い夢でも見たのですか？だって怖い夢から覚めて一人だったら寂しいじゃないですか。
だから高博さんが怖い夢見たからここに来たのかなと。あれ、高博さん。どうなされたのですか、こんな場所で。メンテナンス。あ、あの、高博さん、あの、その、今日はありがとうございました。すみません。本当にメイド失格ですよね。ご主人様である高博さんにご迷惑ばかりかけてしまって。はい、ありがとうございます。高博さん、所長、早いでちゅね。いろいろと仕事が多くて、わがままな上司を持つと大変でちゅよ。起こしに行かなければならないのに。え、もしかしてこの朝食はリニアのために。ごめんなさい、今日からちゃんと仕事をします。もう動けますから。
通りませんか。そうだ、タカヒロさんもご一緒にどうですか。そうなんですか、タカヒロさんとお食事をご一緒できたらよかったですね。リニアのわがまま聞いてくださりませんか。あの本で病気になると少しだけわがままを聞いてもらえるって書いてありました。リニアも今日一つのわがままを言ってはダメでしょうか。ダメですか。